皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。毎週水曜日は隣の駅までの一駅区間を散歩する一駅散歩。車窓からでは気づかなかった新しい何かをちいさんが見つけます。今日は京急本線北品川駅から新馬場駅までをお散歩。散歩の途中で富士登山？山頂からの風景にちいさんも感激。いい景色だ。これがいいだろう。そして春を迎えたばかりのご夫婦との出会い。こんなことを突然聞いて悪いけど、どう？今は幸せの絶頂でしょう。さあ、一駅散歩に出かけましょう。ありがとう。美味しい海の幸からお肉まで、白いご飯にぴったりの絶品おかずが大集合です。電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか？一駅手前で途中下車、見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩、今日の一駅は、京急線の北品川駅から次の駅新馬場駅なんですが、今日一緒に回ってくれるのは石橋君ですね、はい、よろしくお願いします。京急に JR 新幹線まで利用できる品川駅。今日はそこからわずか1分の隣駅北品川駅からのお散歩です。車窓から見えるのは新旧入り混じった東海道の風景。さて、本日の出発駅北品川駅の開業は明治37年。品川駅からすると南にあるのですが、この駅名は品川区の北に位置するという意味なんです。ちなみに品川駅の住所は港区。ああ、これもすごいな。これすごいですね。これはすごいな。何本あんだ。1,2,3,4,5,6,7,8本。もう新幹線から山手線まで。まあ今来るだろう。来た来た来た。向こうからも来た。ここは本当電車取るの困らないですね。うん、来た来た。迫力ある眺めですね。ですが、ちいさん、今日は品川駅ではなく逆方向の新馬場駅へ向かってのお散歩ですよ。お忘れなく。やっぱ進む長いな。ここはもう東海道、旧東海道ですね。これが、はい、日本橋から京都の三条大橋までを結ぶ東海道。ここ北品川周辺は日本橋から数えて最初の宿場町、品川宿のあった場所。当時の面影残っているんでしょうか。なんか随分立派な、なんだろうこれ。あれなんですかね。なんだろうね。
なんでこんなになってるの？電気じゃないです。一番上だよ。はい。これはご主人、なんでこんなに立派なのがついてるんですか？あ、これ一番上。あ、あれコンデンサー。コンデンサー。あの電柱を全部下に埋めちゃったもんで、ええ、変圧器をあそこの上に。ああ、そうなんですか。だからみんなついてる。電線があのこの今テーブルに近いの全部埋めちゃったんですよ。もう始まってんですね、そういうのが。いつもこの番組で電線が早く埋まんないかなって話をよくしてるんですが、もうここでやってるんですか。そうですね。ありがとう、すいません、お仕事中。ありがとうございます、はい、いやー、あの日野志君いつも話してるじゃん、はい、まさしくここがあの電線の埋め込みの工事をしてるところらしいんだよ、はい、こう見ると本当確か電線がないと全然違うもんだな。ないですね、景色が。びっくりするな、電柱があるのに電線がないっていう。歴史ある町の新しい風景でしたね。本当に下町っぽいところだな。そうですね、路地がねえ入り組んでますね。これこんなに奇妙なすごいな、土壌がいるわ。井戸がありますよ、ほら。ありがとう。ありがとう。はい、失礼します。どうもありがとう。バイバイ。バイバイ。なんだ、ちっちゃい子はちっちゃい。大黒天。いい顔してるね。ねえ、よし、じゃあ上がりましょう。式やってるよ。写真撮影ですか？違うんですか？お、これから結婚式。結婚式の。これからなさるお二人、お二人なんですか？そうなんです。これおめでたいところに出会ったな。あ、かっこいい。こういう写真撮るんだね今。かっこいいねこれ。写真をこういうところで撮らせてもらえる、撮ってもらったらいいな。いいですね。僕らが若い頃ね、なかったな、こういう感覚は。2分で行けていい？ちょっと2分でいいですか？いいですか？まだ結婚式の前なんですね。そうですね、前になります。前です、はい、で今日はその結婚式の披露宴のためのに皆さんに見ていただく写真を撮っていただいてるわけ、はい、こんなことを突然聞いて悪いけど、どう？今幸せの絶対緊張でしょ。まだこの先も幸せっていっぱいあると思う。そうです、あると思う。いっぱいあるよね。それはそうだよ、まだ入り口だからね。あの僕でよかったらその写真使ってくれて構いませんからね。撮っていただきましょう。いい記念。おめでとうございます。ありがとうございます。すみませんでした。いい記念ですね。こんにちは。おみこしがあるな。そのおみこし、今日は特別に見せていただけるそうですよ。うわ、失礼します。これが奉納された葵のみこしなんですね。あ、これはでかくてすごい神輿だな。これはどうでしょうか。どう版でしょうか。だと思いますね、多分。ね、あの
葵の御門っていうのもあんまりないでしょうね。そうですね、ここは徳川様が庇護してくれた神社ですので、そういう関係でこう葵の御門がそのまま使われてるんですね。そうですか。でも初めてのね、そうこういう重量感のあるあのおみこしは、これは本当国宝門でしょうね、これ。どうもありがとうございました。すいません、ご無理言いまして開けていただきました。ありがとうございました。富士登山道、登ってみますか。登ってみる。これを登れば富士山に登ったのと、富士山に登った、はい、同じことになる。ああ、いい景色だ。あ、これはいいわ。すごいね、いい景色だね。もう一本待とう。はい。来た。これがいいだろう。こちらが駅になります。あ、もう着いたんじゃないですか。はい。あ、これが駅ですか。はい。あ、新馬場駅はもともと隣り合っていた北馬場駅と南馬場の駅が昭和51年に合併してできた駅。全長200メートルという長いホームと駅舎はその名残なんだそうです。そうですね、本当に距離は短いんですけども、途中にいろんな面白い路地があったり、最後に偶然お寄りしたこの品川神社では面白いものに出会ったりして、なんか随分時間も費やしたような気がします。それだけ歩くところがたくさんあるんじゃないかと思います。電車とともに歩いてみると線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は背筋強化体操です。足は肩幅に開き、タオルの両端を持ち万歳をします。背筋を伸ばし姿勢を正して行ってください。ちー散歩の新しい本が発売されます。好評の1巻から5巻に続き第6巻が今月5日に発売。おすすめ22コースを絵手紙とともに掲載しています。